桜神社と桜神社行ったらいいんじゃね。そしたら桜咲くの祈願ができるじゃないと。いやいやいや、すごい急だなこれ。平面でこれですもんね。これ現役なんですね。でこれで、あ、この日付を打ってもらって。すごい。駅とかがあって、実は私、矢作町と、ですから、矢作町と稲熊町だけはめちゃくちゃ詳しいです。仕事で行ってたんですよ。なんと、水上バスが全便欠航らしいです。大井州鉄道派か。大井川州鉄道派っていうところですかね。受験生鉄道 YouTuber にね、最もふさわしいお土産をちょっと持ってきましたんで、どうぞ お受け取りください。見たってね。どうぞ。ありがとうございます。大丈夫。